皆さんこんにちは。こんばんは。今日は、久々に X68000 ネタをやりまする。動画自体が久しぶりだね。PC98 や X68K にしろ、この時代のパソコン購入した方は、ゲームやアプリなどをより快適に使うため、DOS などの勉強をしたと思うのですが、今日は、その中からサブストコマンドについて取り上げてみます。どんな時に使うの？用途はいろいろあるんだけど、今日は、ハードディスクに対応していない、フロッピーのゲームを、無理やりハードディスクから起動するために使うんだぜ。フロッピーディスクの中身を、HDD にコピーすればいいんじゃないの？フロッピー1枚のゲームはそれで起動するゲームも多いんだけど、2枚組のものは、それだけでは起動しないゲームもあるんだ。ちなみにプロテクト解除してあることを前提に話すので、ご了承ください。今は、個人の仕様であってもプロテクト解除はダメになったらしいね。どんどん息苦しい時代になっていくぜ。まず、ドライブ構成を確認しておこう。今のドライブの構成を見るには、ドライブコマンドだぜ。そのまんまなのね。C ドライブが HDD じゃないんだね。今では当たり前の C ドライブが HDD 固定なのは、DOS 部域からだぜ。ちなみに PC98 も同じで、HDD から起動すると A ドライブが HDD になるんだ。あと、X68000 の OS、1068K のコマンドは、ほぼ MS-DOS と同じなんだぜ。では、フロッピー1枚のゲームを中身だけ、HDD にコピーしてみるぜ。B はフロッピーね。その前に、フロッピーのオートエグゼック、WAT の中を覗いてみるんだぜ。ゼビオース。拡張子なしってことは、実行ファイルということだぜ。X68000 の実行ファイルは拡張子 X なんだ。エグゼじゃないのね。MS-DOS との一番の違いはそれくらいだぜ。コンフィグシスなしで、オートエグゼックバットの中身が実行ファイル一つだけなので、こういうのは、単純に HDD にコピーするだけで起動するものが多いんだ。HDD にコピーしたゼビウスの、オートエグゼックバットを実行してみるぜ。普通に起動したね。ドライバーも何もなしで、実行ファイルだけだからな。では、HDD 未対応のフロッピー2枚組のドラゴンスピリットをインストール、してみるぜ。手始めに、フロッピー2枚の中身を、HDD のディレクトリーに、単純にコピーしてみるぜ。オートエグゼックバットがないよ。ソフトによってないものもあるんだ。なくても、1068K で動いているなら、コンフィグシスはあるはずだぜ。あった？中を覗くと、シェルとして、DRASPI、X を実行しているんだぜ。シェルって何？シェルはコマンドプロセッサーを指定するときに使うんだが、今回はシェルについて深く考えなくていいんだぜ。では、DRASPI を直接実行してみる。起動しないでござる。2枚組の単純コピーだとやっぱり起動しないな。では、今回はコピー先をディスクごとに分けて、サブストを使って仮想ドライブにしてみるぜ。さっきコピーしたファイルは消しておくぜ。ドラゴンスピリットフォルダーの下に A と B というディレクトリーを作って、ディスクの中身を別々にコピーするんだぜ。では、コマンドプロンプトから、サブストで仮想ドライブ指定していくぜ。ここで、注意しないといけないのは、必ず先に B ドライブを指定しないといけないんだ。カレントドライブが A だからね。これで準備完了だぜ。
では、仮想 A ドライブのドラスピを実行してみるぜ。起動したね。ドラスピは、この方法で HDD から起動できることが分かったので、バッチファイルにしてみるんだぜ。そして、それがドラスピバットだぜ。結構簡単だね。A とか B とかのドライブレターで読みに行ってるゲームは、これで起動できるんだが、物理ドライブとしてフロッピーを読みに行ってるゲームは無理なんだぜ。フロッピー3枚以上のゲームはどうするの？3枚以上のものは、ゲーム側で HDD インストールに対応していることが多いんだ。逆に、フロッピー2枚以下のゲームは、わざわざ HDD に入れる必要ないせいか、に対応のものが多いんだ。なるほど。今日は、X68000 の小ネタ的な動画をささっと作ったんだけど、どうも、最近レトロコンソールのゲームの動画を投稿し始めて、両つべの AI アルゴの評価を落としているみたいなんだぜ。レトロゲームとレトロ PC ゲームは別チャンネルにしろってことか。そうみたいなんだ。だけど、そんな余力はないので、これからも、両方発信していくつもりなんだぜ。今回は短い動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。よかったら、また見てね。ありがとう、またね。